分かりやすいね、カードだと思うんですよ。はい。日本人のなんか見たことね、よく、小よく大を制すというやつありますね。これ本当に大対小の対決ですよね。本当にそうですね。はい。こういうのはその見ていて分かりやすいんだよね。いや、小さいものが、小さい秘密ですね。小さいものがどれだけ大きいものに向かっていって、ね、自分も、力を発揮するかというね。まあ、日本人対決が今本当に花盛りですけれども、ファンも魅了しておりますけれども、その大が、翔が大を制すというのは、いわゆる日本人好みといいますか。相撲で言ったら前の海が注目されてるでしょ。はい。菊池なんか前の海が、要するに鶴田ね、これ、明け頃にぶつかっていくようなもんですよ。そうですね。はい。たくさんの紙テープが今、場外の方に落とされました。この紙テープが多いっていうのもお客さんがね、乗ってる証拠ですよね。これはなんていうかさ、ブームになってくると必ず紙テープが多くなるんですね。はい。はい、非常に豪華な顔合わせになりました。そういえばこの鶴田君と調査令軍の顔合わせがこの後楽園ホールで、昨年でしたか、51分やったね、はい、思い出の名勝負があります。今日はどういう試合になりますか。あーっと鶴田飛ばしが、これは申し合わせをしておりました。そしてスローイングのパンチャーになりました。タウを捉えました。打ち、そして場外戦、このオッスピードがまた変わりましたね、うん、前の試合と。これはもう小さいものはね、計画的にさ、はい、一発かましを行ったというね。なるほどね。さあ、今度は小橋。この小橋はタウルと見ても、カウント、ツーです。見劣りしないくらい、この大きくなりましたね。要するに、この人はね、努力して鍛え上げて、自分を作ってきた男なんだね。そのあたりファンがよく知っています。小橋の大きな声援が飛びます。そしてこの小さい菊池、一生懸命のファイト、声援が飛びます。馬場恭平さん、カウント2であります。日の丸が今日も元気です。日の丸対決の菊池、さあ飛ばしてレッドゲット。日の丸が日本一に合う男、菊池、ただカウント、これも2であります。大きい田植えがちょっと苦戦を制されました。そして鶴田、今鶴田もエプロンに戻ります。そしてドラゴンスリーパーの形から腕を決めに行くんです。菊池剛、この頃対応しております。だから菊池も本当に新しい場を呼び出してきますよね。そうですね。僕は菊池選手と小橋選手というのはね、旗揚げ20周年で、はい、純粋培養された全日本プロレスの申し子と思うんですよ。だからその人たちを、はい、応援したいという気持ちなんだよね。もう本当に純粋培養されて育ってきた、ね、新人というか若手というか、はい、まあ、はっきり言ったら全日本プロレスの高花と若花だという、本当にそうですね。そういう感じで期待感じてるんじゃないですか。うーん、いつの日か小橋選手が3冠に挑戦できるんじゃないかという、横綱へ挑戦という ね、高花田が横綱になるかという同じような市民作用がファンの間に働いてると思うんですよね。私も実況でプロレスよ若手に負けんなって叫んだことがありますが、まさにファンはそれを期待してるわけですよね。だから 20年目を迎えて、非常に全日本プロレスというのはこういう若手が伸びたことでフレッシュになったとかね。そうですね、それが旗揚げ20年の大きな特徴だと思うんですよ、はい、そして20周年その1年目からいた大熊選手なんかも未だに現役で頑張ってますね。だから年寄りを大切にするというのはおかしいけども、ベテランの人がそれなりに活躍して、で若い人たちがまたそれ以上に活躍すれば非常にバランスがいいんですよね。本当にね、うん、そうですね。さあジャイアントスイングいけるか、やっとどうだ、回した、タウンで捉えた、タウンで捉えました。いやジャイアントスイングをこのまま披露する気持ちなんですが、このタウンで持っていこうとしました。いやこれはあっぱれ。タウンとしてはね、小橋にジャイアントスイングをやられたとしたら、これネットなりつぶれですよね。ジャイアントスイングですね。あーっと返しを打っていきました。あれ拒否しますよ、拒否するというか絶対にやらせまいとしますよね。そうですよね、うん、そのあたりタウゲどこで爆発してまいりますか。さあ今度は菊池、逆肩呼び方で変形に持っていくか、うーん、一生懸命がみしゃら特艦ファイト。もう菊池の頭とタウゲの足が同じぐらいに差があるもんね。本当にそうですね。でもねこの菊池の頑張り、男の子のファンも多いんですよ、高校生のファンなんかね、はい、本当に自分が
この菊池にあいつが頑張ってんだからみたいなね、疑似体験って言うんですか、ああ行きましたよ、ほらエルボー行きました、おっとノーテンチョップ行きました、膝行きました、田上だろう、レスラーに自分をかぶせるってのはあるでしょうね、やられていても懸念味がなくてぶつかってくるんだよね、どうでしょうか、この今のお客さんの中ではこの負けた人にもこの温かい目といいますか、そういう見方が以前とは違ってきてますよね。菊池選手はあの観客に最も近いプロレスラーと言えるんじゃないですか。あ、いい言葉ですね、心情的にも体的にも。さあカーディアンバックブリーカーです、小橋。この小橋の方は、まあ、器用で、まあ、この頃はどちらかというと重いファイト、重量感のファイト、それを心がけてるそうですね。この人はもう向上心の塊、もう前も言いましたけども、これマット界の矢沢永吉ですよ。あ、のし上がろうとして努力して叩き上げて上に行こうという、それを体からもう惜しげもなく発散している、全日本プロレスの歴史の中で珍しい男なんですよね。異色ですよ、こういう向上心の強いというか、前へ前へ出ていこうというか、向上心の塊と観客に最も一番近い、頑張りだと、ね、いや、そういう意味でいくと、あのなんていうか、小橋選手の方があの観客とはいやちょっと反対側に位置してるよね。あ、はい、菊池がエルボーをするか、選手の方に感情移入しやすいんですよ。なるほど、はい、距離を置いて応援してるんですよ、小橋のことは。まあ、身近に応援するのがこの菊池選手だよね。あー、ロープになろう。この鶴田選手は全日本プロレスの大号ですよ、もう、はい、もう不動明王というかね。この後楽園でも王が出た、ハイキックが出ました。さあ菊池動きが止まりましたよ、ものすごいインパクトが今決まりましたもんね。水道橋の駅までもう首が吹っ飛んでしまいそうな、すごいインパクト、ハイキック、菊池コールが飛んでいる。後楽園のこういう一つ一つの試合を重ねて、その集大成が日本武道館、1年にこの92年度20周年の年は5回予定されております。すごいボディスラム、そういう意味では全日本のこの試合っていうのは四季折々といいますか、そういう季節感がありますね。そうですね、昔ながらのシリーズというものを年間70シリーズを、はい、あの規則正しく伝承しているというか、そういうこうのれんのプロレスというかね、そう、それを唯一残している団体ですよね。今度は鉄則人のどですから、高校生が例えば今受験生時期だけれども、やっぱり全日本のプロレスを見て俺も頑張るんだという、そういう受験生が多いんです。そして合格してから去年の春は菊池がこうだったな、田上がこうだったな、新春ジャパンとシリーズがこうだったなと思い出すんだそうですね。やっぱり記録よりもこう記憶に残るというか、ね、そうですね、そういう部分があります。さあ田上と鶴田交代で菊池をいたぶります。まあこうやって選手の大量離脱があって2年が経ちました。メインイベントに出るようになりました菊池でありますが、チャンスを生かしたのは彼らであります。こうやってもう団体にもファンにも期待されますと、どうでしょう、レスラーってのは風の力がありますよね。やりがいがあるというかね、最高の舞台ですよね。全日本に入ってよかったなと選手だと思ってるんじゃないですか、はい、そうでしょうね、そしてこの試合を、まあ、今日は後楽園の試合をお届けしてますが、地方でも同じように20分25分やるんです。まあ、地方のお客さんでね、後楽園の方に来る機会のない人は、はい、ぜひ一度ね、後楽園の地場をね、はい、体で受けてほしいと、そうですね、してほしいという感じなんで、ね、まあ、切符は手に入りにくいという、ね、まあ、そういう、まあ、条件もあるんですけどもね。そして山本編集長もね、一声かけていただいて、ということになります。待ってますよ、はい、ジャイアントスイング、さっきは小橋が打てませんでしたが、今度は軽量の菊池に田上が打っていきました、ちょっと足元の近くがついています。これなんていうかさ、
さっきのお返しみたいなので感情が入りすぎたために軸がぶれてんだよね、はい、あ感情が入りすぎてね、だからもっとしっかり 足腰に軸をやってれば実感の2時間もできたんですよ、はい、この野郎と思ってるからさ自分の方の軸が揺れたからああいう形で中途半端で終わったんだよね。なるほど。さあ今度は鶴田は日の丸を掴んでああトリックトラップ尾てい骨割り。だから鶴田の場合極めて冷静にやってますよ。軸がぶれませんね。一つ一つの技を確実に、ね、自分のものにして対応してるけど、タウヤの場合はそこに怒りが入ってるから、はい、やっぱりペースを崩してますもんね。この辺がやっぱりキャリアの差というか、もうできますね。菊池の目が死んでないぞ。ご覧ください。ほら行った。エルボー。大きいスーパーを動かす。楽しく明るく激しいそして感動のプロレスということを菊池は言います。膝が上がっていました。先輩返し、もう今の時代に胸入ってますもんね。すごい膝ですね。しかしこの耐える姿にファンは痺れるんです。自分も頑張ろうと思うんです。プロレスというのはね、一回思い切って相手に行くとそれを2倍返して返されるということがあるんですね。だからそれが分かっているから行かない人が多いんですよ。怖いですよね。怖い人拷問、それをしかし承知でいく口、行かないからプロレスが面白くなくなるんですよね。行ってほしいんですよ。うん、でお互いがこうやってかぶせて2倍返し3倍返しをやってほしいんですよ。これがプロレスの醍醐味なんですよ。なんか我々の普段の生活にもなんかオーバーラップするとこありますね。はい、菊池はそれをあえてねぶつかっていくんだね。お客さんはこれを見ながらですね、ファンの皆さんはプロレスと対話をし、そして自分とも対話をしてるんでしょうね、ということでね。小林の連続チョップ、小林ボールが持っているぞ。ドラッグ小林、小林の田上、田上なんかやっぱり声援の方はやっぱり相手側に多いのでね、はい、やりづらいと思うんだよね。あ悔しいでしょうね。で鶴田選手が堂々と戦ってるでしょ、はい、自分の立場を考えた場合さ、だこの辺もなんかもやっぱり我慢してるもんね、相手の技を。そんな野郎かかる前と思ってさ、逆エビに行かせないようにね、まあ、激しいプロレスと言いますけども、でもね、明るい部分もあるんじゃないですか。いや戦いというのはね、カラッとしてるでしょ、開放的になきゃいけないんですよ、後に残ってはいけないんですよ、はい、リングの中に全部出し尽くすんですよ。うん、そして終わった時にはもう出し尽くしたからね、あ検討し合わなきゃいけないんですよ。残してはいけないんですよ。完全燃焼、リングの中で全部出し尽くさなきゃいけない。感情も怒りももう全て、そういう意味ではこの小橋なんかその最たる選手です。トラリアット、まあ、しかしこの試合のポイントはやっぱり田上選手の心理状態が一番 ね、はい、まあ、僕なんかはまあ興味あるというところですよね。じーっと耐えている感があります田上明。今度は場外戦です。田上の押す、ここがブラジカット返した。悔しさを凝縮させますね、田上が先に起き上がります。これなんかね、本来は自分がそういう再戦仕掛けていかなきゃいけないのに、今再戦仕掛けてブレンバストの場外してくれたのは小林だったんですね。この辺の差がやっぱりさ、ちょっとやっぱり課題なんだよね。ジャンプついた、ツーシンク豪快です。この駆け込むスピード、いやだからキッチンシンクが出るときに勢いよくでしょ、よくロープからその鶴田選手がね、向こうへ本当に、ね、抜けていかないというそのいやいや手前に放射線ありますでしょ、はい、こっちへ来るんじゃないかと思うぐらいのダッシュ力で来るんですよね。それのこれね、彼のロープに掴んでの止めた時もすごいセンスだよ ね、普通だったらロープ越えてさ、はい、上が落ちますよ。そうですよ。さあ田上にいい形で今日は鶴田がやらせている、そんな感じです。コーナーマットロープ田上明、ブーイングが飛んでいます。
今日はこの小橋と田上の組み合わせが多くなっています。小橋が打った、ありがとう。しかし田上というのはやっぱりでかいね。大きいですね、うん、全日本の鶴田田上というのは大型コンビは本当に楽しみですよね。あの節分で池山本の時代で多団体のレスラーに出てくる、ゴーモンコブラ、はい、やっぱり鶴田田上が出てくると他の団体のレスラーは小さく見えたもんね。あ、そうですか。確実にあのやっぱり差があるんですよね。馬場さんのでかいものがプロレスだということをさ、はい、宝くんはあの池上本門で見てたとかあるんだよね。なるほどね、うん、確かにこの他団体にない外人選手もそうですよ。この大型選手の迫力というのが随一ですね、で馬場さんはそれと比較してこの小さいものの良さも発見したというね。フィッシャーマン田上を投げるんです菊池。なるほど、まあ、組み合わせの妙といいますか、それぞれがこの4選手自分の持ち味を出しています。エルボーです、鶴田に行くぞ。菊池はもう目に鶴田になって行きやすい。ブレインバスター菊池剛、カウントは2です。2-4とこう言われてるけど、いかにもこういい相性だね。ね、うん、男性ファンからも女性ファンからもプリンの差し合いが多いんです。プリンが大好き。試合が終わって一緒に買いに行ったことがあります。さあ2-4、あーっとどうぞ。しかしこの別格の強さっていうことがありますね、ツートに関しては。いや、これ日本マット界の別格と言っていいですね。うん、神打ちに受け止める鶴田がガーンとそびえ立ってるから試合も面白くなるんですね。彼のね、その巨大な強さが全日本の中にあるから、他の全ての戦いがね生きてくるという。そうなんでしょうね、すごい投げ捨て、エビに固めるカバーだ鶴田選手。これやってるのはストレスたまんないでしょうね。我々もでもこれ見ててこう豪快に投げてくれるからストレスが発散しますよね、ファンの皆さんもさっきまではですね、この菊池コールしたら今度は大コールやりますね、この上の上にストレスを発散させます。ゼロ戦エルボーを打っておいて、おお、キックをかわした。うん、今の下が見なかった。この画面迫力、タンクのキックが今ね素晴らしいね。ケアドロンできましたが、それを運動神経いいぞ菊池かわしました。さあチョップが進んだ、ローテンチョップいった、バカジキデン小橋が下がる、ギリティ、小橋歯を食いしばって手首を投げたぞ、ありがとう。そしてトップロープからフェイスマスター、スーパーカットです。尋常なカットじゃありません。鶴田が小橋を投げる、菊池、菊池にも返礼だ。でも鶴田の強さってのは大らかさもありますね、すごいんですけどね。大魔人怒るっていうのは本当にね、堂々と悠然と豪快に、さあ髪を切り捨て小橋を捉えるぞ。今度は何が出る、あー完璧に、これもね、山本さんね、足痛めてるんですよ。うん、お首に出せません。山本さんの小さなリングだね、小幅でね。6メーター四方ですからね、大きくはないんですよね。三歩から歩いたらもう端から端行きそうな感じだもんね。お、そしてその場で、ああ、ラリアット。その場でドロップキックも打つこともあります。この体でその場からドロップキックを打つんです。化け物です。しかし、得意技バックドロップアウトマシンス。ファンにレスラーが引っ張られる部分もありますが、今日の鶴田の強さなどを見てますと、鶴田に観客が引っ張られている部分もありますね。で、やっぱり強さへのね、はい、憧れというか、プロレスラーは3つあると思うんですよ、はい、レスラーに対してね、ファンの尊敬と憧れ、うん、それとあと夢見心地になるというさ、はい、まあ、この戦っている本人がプロレスにしびれ、自分にしびれ、そしてお客さんがレスラーにしびれる、はい、
どうだぞ。思わずうめいてしまいました。すごいキックです。今日は4人の対抗戦なんですが、セックスメンタッグマッチでもそうなんですが、この激しいプロレスの中に見てください、ブラックバスター行くぞ。激しさの中にテンポとリズムが山本さんあるんですね、全日本ならではの。そうですね。そしてその戦い模様はいつも真面目でひたむきで、それが全日本プロレス全体に溢れています。小橋がスケットに入ってブラックバスターを完成させます。小橋が鶴田、さあ分断したぞ、ここはチャンス。さあ旋回式のボディープレス、菊池を抑え込んだ、カウント2です。菊池がいい目をしている。20分が経過しました。やはり今日も20分、地方でも20分、後楽園ホール20分を過ぎた。ジャンボ鶴田がカットに入る。小橋がその間にギロチンドロップタウレ、さあ鶴田をあっとエルボーで上段に追いやる、菊池に飛ばす、菊池ダーティングアトラクト、ダイナマイトヒットに憧れてプロレス入り。見事なヒットバットでしたね。しいね。さあ小橋が菊池を鶴田をカットしていますよ。ここはチャンスです。鶴田まだ場外、クロスキック、ジャンボを落とせる。どうだこのブリッジは。試合前にもブリッジのね稽古してましたけどね。いいブリッジしてますね。綺麗ですね。そして小橋、ボディスラムだ。さあ右に拳が入った。鶴田のものすごい速さでカット。半端じゃないカットだ。小橋が場外。形勢逆転か。三角方式の三角関数も減りしました。そして、ああ戻った。菊池取れたか。返す。今小橋がありません。ピンチです。会場がすごい熱狂するんですよね。もうね、争奪の人もいます。もうヒヤヒヤハラハラドキドキというね。そうですね。このドロドロという足を踏み鳴らす音が、あー当たり合った。お茶の間に聞こえると思いますが、これがいわゆる重点ストッピング攻撃です。体で感じてるんですよねプロレスをね。今のしかしやだ、あーっと、顔見てたらすごい、天井を見てなかったんですよ。目が開いてなかった、気持ちの。さて明るく楽しく、そして激しいプロレスを存分に山本さん、後楽園ホールから伝えていくと思いますがね、いかがですか。20分とは本当に短いね。短かったですね。これをまあ皆さん生で、ぜひ観戦してほしいという。これ菊池のやられ方を見ましてね、中田龍さんがね、もう返すなっていうほどリングサイドでそこに見せた。そうですよ。あよくわかりますね、その気持ち。わかりますね。ちょっと本当に汗かいてないような感じなんだよね。菊池よく頑張りました。この若い力が今年は、これが旗揚げ20周年の、ね、希望なんです。希望周年、今後10年20周年への希望ですね。いやー満足しました。2試合見たようなそんな気分ですね。